メバチは、スズキメ、サバカ、マグロ族に分類される魚類の一種。和名は、目がパッチリしていることからついた。全世界の熱帯、温帯海域に広く分布する。7種のマグロの中でも、漁獲量が多く、重要な食用魚となっている。日本では、メバチマグロ、バチマグロとも呼ばれる。この他地方名として、バチ、メブト、シビなどがある。また、ワカナは、各地で、 ダルマとも呼ばれる。生魚は全長250センチメートル、体重210キログラムに達し、マグロ属発種の中では、南マグロ、キハダと並ぶ中型種である。ただし、日本近海産は熱帯産より小型で、2メートル以上の個体は少ない。メバチ体は太い防水型で、マグロの中では最も体高が高く、ずんぐりした体型をしている。また、目が大きいのも、 特徴で、和名、メバチや英名ビッグいつのもここに由来する。胸びれは、クロマグロより長いが、ビンナガほどではない。体色は、背中が藍色、体側から覆面が銀白色をしている。若菜は、生魚よりも体が前後に細長く、体側に白い数本の横縞模様があり、木肌の若菜に似る、全世界の熱帯、温帯海域に広く分布し、 ただし地中海には分布しないことが知られ、日本沿岸でも日本海には入らない。暖かい海域の中層に生息し、群れで海遊する。日中は、他のマグロより深い層を泳ぎ、水深300メートルの深海にも達するが、夜は氷層に現れる。寿命は15年以上と推定されている。ハエ川などの沿用漁業で漁獲される。21世紀初頭の時点では、 年間30万トン前後が漁獲されており、マグロ類の種類別漁獲量では木肌に次ぐ。農林水産省の統計によると、日本でのマグロ流通量のうち木肌に次ぎ、3割台を占める。鮮やかな赤身でありながら、油が多い黒マグロに比べてさっぱりとした上品な味わいと評される。黒マグロのように養殖の研究が進んでおらず、世界的な和食普及で、 海外需要が増えていることもあり、価格が上昇傾向にある乱獲によって個体数は減少しており、IUCN レッドリストでは1994年版からビューとして記載された。身は赤くて柔らかい。脂肪の多いトロの量はクロマグロより少ないものの、刺身や寿司種に使われる。春から夏にかけてはクロマグロの味が落ちるとされており、この時期にはメバチの需要が高まる。 食料としてみた場合、メバチの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省はメバチを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げている。2005年11月2日の厚生労働省発表では、1回に食べる量を約 80g とした場合、メバチの接触は週に1回までを目安としている。ありがとうございます。